皆さん、こんにちは。ゲヨゲヨです。今日はヘッポコスナイパーの私が、調子に乗ってスナイパーの入門解説をしていこうと思います。配信や動画コメント等で、おすすめ SR を聞かれたりスナイパーのコツなどを聞かれることが増えてきましたが、正直使う人のタイプによって答えが変わってくるし、武器解説動画とか真面目にやっても、専門用語とか最初は難しいんじゃないのかなと考え、初心者向けにざっくり解説したり、どういうタイプのスナイパーになりたいのかに応じた解説などを始めてみようかなと思います。飛ばしてみたい人は、動画説明文に目次を書いておきますので参考にしてください。ぶっちゃけ、ただのヘッポコプレイヤーなので間違ってることが多かったり主観的なので、参考程度に聞いてくださいね。今回は偵察兵の武器選びです。最初にざっくりと各 SR の説明の後、タイプ別でおすすめ SR とガジェットを紹介します。ではまずこれが、BF1 のスナイパーライフルです。真っ先に、スナイパーらしくない武器は除外します。ルシアン1は地球号残壕と、M1903 試作は、ペチペチ乱射できるのでしかとします。次に、各武器にいっぱいついてる、歩兵、カービン、マークスマン、狙撃、の違いについて説明します。違いは、選べるスコープの形と倍率です。歩兵は1から2倍、カービンは 1.25 倍から 2.5 倍、マークスマンは 2.5 倍から4倍。狙撃は、5倍から10倍です。狙撃タイプの特徴としては、スコープを覗き込むと敵からはスコープが光って見えます。また、家庭用ゲーム機では、2.5 倍以下で強めのエイムアシストがかかります。スコープの倍率は自分が使いやすいと思うものをご自由に。次に見ていきたいのが、相談数の違いです。相談数が一番多いのが SMLE の10発、次に多いのが DLC 武器のルベルモデル1886の8発、残りの多くは5発武器で、マルチにヘンリーが単発です。次に、BF1 独特の設定でちょっと面倒くさい概念が適正距離についてです。BF1 では敵との距離に応じてダメージが異なり、ヘッドショットしなくても同当て一撃で殺せる距離が武器によって設定されています。適正距離を並べると上手のようになります。ゲベア M95 とマルチニヘンリーは、ダメージが特殊なので後ほど補足します。で、これだけだと結局のところ何がいいの?ってなるかと思うので、砂のタイプ別におすすめの武器を紹介していきます。では皆さん、スナイパーの中でもどんなスナイパーになりたいですか?まず、本当にスナイパーを始めたばかりの初心者におすすめ武器を紹介し、その後に蒸気のようなタイプに分けて紹介します。それでは、スナイパーを始めたばかりですというような初心者向けの SR から。おすすめは、SMLE シリーズです。相談数が10発なので、外すことが多くても安心。適正距離が近い、イコール的がでかい敵に同打ちで殺せるので。それから、何の武器でも良いですが、エイムアシストに助けてもらうなら、歩兵、カービン、マークスマンで 2.5 倍以下にするのもあり。次に、ある意味正統派スナイパー。遠距離狙撃がしたい人におすすめなのがゲベア98か、M1903 の狙撃です。M1903 は適正距離が最強です。ゲベア98はそれより少し近いですが、特徴的なのは弾速が最速です。弾速ってのは、文字通り弾の速さなのですが、これが遅いと、遠距離では目的到達までに時間がかかって、弾が落ちていってしまいます。弾速を取るか、適正距離を取るかはお好みで。では、それとは対極的な突砂について、一番のおすすめはゲベア M95 です。おすすめなポイントは2つあります。1つは近距離でのダメージが高いことと、もう1つはコッキングが速いことです。ゲベア M95 の最大の特徴は適正距離がないこと。ステータスグラフだと一見弱そうですが、実は適正距離がない分、至近距離で一番ダメージが高く、少し被弾してる敵なら死んでくれるし、サブ武器でとどめも刺しやすいです。これ以外の武器ですと、至近距離で当てたのにダメージが72とかしか入らなくて、
切る角も入らないのと悲しくなります。コッキングは SR で次打てるようにするための一連の動作ですが、これが早いと素早くに初打ち込めるので適正距離なしをカバーできます。相談数の少なさが気になる人は SMLE シリーズも良いですね。適正距離が近めに設定されてるので、近距離で適正距離を求めるとマルティニヘンリーも視野に入りそうですが、単発銃で次打てるまでが長いため身をさらけ出して戦う突砂にはあまり向きません。ただし適正距離の範囲が広く、上腕でも死ぬ距離すらあるので近めで隠れながらなら強いです。さて、スナイパーをやっていてある程度自信が出たら動画投稿したくなりませんか？そんな動画投稿者さんにはいくつか考えなければならない点があります。まず一つは、家庭用の低倍率ではエイムアシストが強いため、これらの動画にはけなしコメントや低評価がつきやすいです。またスナイパーをやっていると興味が出てくるのがモンタージュかと思います。簡単に言いますと、両プレイのワンシーンをつないで音楽やエフェクトをつけた映像作品です。DF シリーズのモンタージュでは、キルポイントストリークで評価を判断されます。DF はスコアが入った時に、一定時間内に次のポイントが入るとスコアが加算され、どんどん積み重なります。この間に何人キルしたか、がキルポイントストリークとなります。キル確定アシストはキル数に含みません。DF1 では DF4 に比べてポイントが繋がる有効時間がとても短いため、それに合わせた武器選びの必要が。リロードをしていたらポイントが切れてしまうので、基本的には相談が多い SMLE がおすすめです。狙撃タイプを使いたい人は DLC 武器のルベルですね。では最後に、あまりスナイパーとして好まれませんが、単純にキルが取りたい、キル中向けの銃を。純粋にキルが取りたいなら、マルティニヘンリーか、ゲベア M95 がおすすめ。マルティニヘンリーは適正距離が30から80メートルと近くて広く、さらにダメージ自体が高いので42から68メートルでは上腕に当たっても一撃で死にます。また、ゲベア M95 はコッキングの速さと近距離ダメージの高さで、近くにゴロゴロいる敵に次々に一発当てれば、キル角で稼げます。ただ、若干そういう戦い方をしてると嫌われるかもしれません。慣れたらヘッドショットで抜いて差し上げましょう。ところで、今までおすすめに全く出てこなかったルシアンですが、これは性能がどこをとっても無難で、狙撃を使いたいオールラウンダーな方向けですかね。以上でスナイパーライフルのおすすめは終わりますが、次にハンドガンとかジェット選びについても解説していきます。それではハンドガンについて見ていきましょう。モンタージュのプレイヤーさんを見ていくと、まずオートマテックか、フロマーストップのどちらかを使ってる方が多いようです。一発ずつの射撃間隔が長い SR に対して、連射できるもので補いたい人はフロマーストップを選ぶのではないかと。一方で、SR に近い間隔で撃てるのがマーストボデオなのですが、ボデオはリロードが遅いのが難点。では、ガジェットについて見ていきましょう。おすすめというか、絶対これ持ってこいような敵なのがフレアガンカッコスポットです。フレアガンは着弾した周囲の敵をスポットしてくれるし、それが味方にも伝わるためチームとして欠かせません。珍しく別の兵科を使った時に味方にフレア託す人がいないと、目が奪われたような感覚に陥ります。それから何よりも注目なのは、武器になること。もう一度言おう、フレアガンは殺傷武器なのだ。フレアガンは敵に当たると着火するのでわずかながら燃えます。SR を一発当てて死ななかった敵のとどめに良いです。その時当たらなくても、混戦になった敵が踏んづけてくれたり、体力多い敵に当たった場合、ポイント継続のつなぎになります。ところで、フレアガンはフラッシュもありますが、こちらはおすすめしません。味方にも目くらまししてしまうので下手すると邪魔。あと、正直いらないのが狙撃主要シールド。ネタとしては面白いですけど、横から見たら体出てますし、正面の窓も敵スナイパーからは簡単に抜けてしまうので、おすすめは軽弾かワイヤートラックかっこ勝利ですかね。どちらも対車両に有効なので、そう、地雷の勝利も車両ダメージあるんですよ。勝利以外のワイヤートラックもゲームモードによっては活躍が期待できます。
また、経団はいざという時のための予備弾薬としての役目もあります。生き残って弾薬不足に悩む人におすすめ。残る潜望鏡とデコイですが、潜望鏡は味方にいてくれるとありがたいけど、お手軽なフレアスポットで良いかなって印象。デコイはね、良くも悪くも使い方次第、わら。うまく頭1個ポジに設置されると中距離以降は区別がつかないので騙されます。精神的ダメージがでかい。一方、デコイは光って敵を集めるわけだから、ひっそり忍んで狙撃しようとしてる味方のそばに、これ設置したら邪魔してるようなもの。はい、というわけでスナイパーに関する武器装備品の入門解説はこれで終わりです。少しは参考になりましたでしょうか？それでは、楽しいスナイパーライフを。